よいよね、明日、12月19日、クルーズ TV とグッドスピリッツ、グッドスピリッツコラボの番組の方でですね、本来2ヶ月に1回なんですけど、先月11月にもやらせていただいて、はい、明日12月19日は、なんとゲスト、ジュリーパンドラ、皆さんに、はい、出ていただきます。ありがとうございます。はい、やっぱりね、今年の締めくくりはね、やっぱね、ファミリーというふうに思ったので、ね、うん、で今年はやっぱこう2022年はグッドスピリッツとジョニーパンドラとっていう風に動くことも多々あったと思うので、いろんな裏話とかもねしていけたらいいなっていう風に思ってます。そしてジョニーさんのねアメリカ話、帰って、話します。いけたらいいなっていう風に思ってますが、明日19時から生放送ですね。はい、そして当日スタジオ観覧もねできるんでね、ぜひぜひ皆さんお時間ある方は足を運んでいただければなっていう風に思っております。はい、武田武雄の新ネタ、はい、新ネタの広さ、そういう回だよ、勘弁してくださいよ。めちゃめちゃ知らない人もいるんですよ。披露します。旧ネタも知らんのに、旧ネタも知らんのに。わかりました。じゃあこの動画の締めは旧ネタをやって締めましょう。近所迷惑になっちゃう、今の時間だと。ということでね、明日の放送もこんなワイワイガチャガチャしてね、楽しんでいけたらいいなっていうふうに思います。明日19時にクルーズ TV の方でお会いしますよ。そしていつも通り終えた後はグッドスピリッツのチャンネルでアフタートークしていくので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。では明日19時にお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。